世田谷インフォメーション今回は1つ目ノロウイルス食中毒にご注意ください2つ目 世田谷美術館文館、清川泰治色をめぐって3つ目ネズミの住みにくい環境を作りましょう4つ目障害を理由とする差別についての相談窓口です。 ノロウイルス食中毒にご注意ください。ノロウイルス食中毒は年間を通じて発生していますが冬場に多く発生しますノロウイルスに感染すると1日から2日程度で吐き気嘔吐下痢 腹痛、発熱などを起こします。多くは23日で警戒しますが高齢者や子どもは激しい音吐や下痢により脱水になる可能性があるため症状が重い時は早めに医療機関を受診しましょう。 ノロウイルス食中毒を防ぐために加熱して食べる食品はしっかり加熱してノロウイルスをやっつける未加熱で食べる食品や加熱調理後の食品はノロウイルスをつけないように対策をしましょうノロウイルスは 食品の中心部が85度以上で90秒以上加熱すると死滅します特にカキなどの二枚貝は十分に加熱しましょうまた塩素系の消毒薬次亜塩素酸ナトリウムでも死滅します ノロウイルスをつけないためには、しっかり手洗いすることです。特に、トイレの後の手洗いは重要です。詳しくは、区のホームページをご覧ください。お問い合わせは、世田谷保健所・生活保健課 電話、5 4 3 2 2 9 1 1番ファクシミリ5 4 3 2 3 0 5 4番までどうぞ。 世田谷美術館の文館清川泰治記念ギャラリーでは現在清川泰治色をめぐってを開催しています開催期間は3月12日日曜日まで時間は午前10時から 午後六時。最終入場は。午後五時三十分。会場は。清川泰司。記念ギャラリー。展示室です。毎週月曜日は。休館です。色彩への取り組みが。 創作上の重要なテーマであり続けた画家清川ど治展覧会では油絵の具の塗り重ねで得られる深い色合いが特徴的な作品や複数の色面の配置で画面を構成した作品白を基調とする作品などを展示し 色をめぐる清川の探求の軌跡をご紹介します来館の際は新型コロナウイルス感染症防止対策にご協力をお願いします詳しくは清川大治記念ギャラリーのホームページをご覧ください お問い合わせは清川泰治記念ギャラリー電話34161202番までどうぞ住宅への ネズミの侵入被害が増えています対策の基本は餌となる食べ物を片付ける外から侵入する原因となる隙間を塞ぐ巣になりそうな場所や物を減らす家の外回りを定期的に点検整理し潜む場所をなくすなどです。 日頃からネズミの住みにくい環境を作りましょう。ネズミによる被害でお困りの方には、対策方法などをご案内します。詳しくは、区のホームページをご覧ください。お問い合わせは、世田谷保健所、 生活保険課電話54322903番ファクシミリ54323054 54番までどうぞ。 区には障害を理由とする差別についての相談窓口があります。お店や会社で障害を理由に差別をされて辛い悲しい思いをしたことはありませんか？お話を伺い、解決に向けて一緒に考えます。家族や。 支援をする人が相談することもできます区の窓口である障害施策推進課障害者差別解消支援担当の専門調査員までご相談くださいご相談のお電話は 五四三二。二四二四番。ファクシミリ。五四三二。三零二一番です。受付時間は祝日、年末年始を除く。月曜日から金曜日の。 午前8時30分から午後5時までです詳しくは区のホームページをご覧ください